しますおはようございます。はい、本日は、発表事項9点、ございます。まず1点目でありますけれども、平成28年度むつ市、職員採用試験、社会人枠、UIJ ターン型民間企業等経験者枠について、であります。9月18日に実施します、平成28年度むつ市、職員採用試験におきまして、社会人枠を新設し、市外に在住して働いている方、働いたことがある方で U ターン、I ターン、それから J ターンを考えている幅広い年齢層の方を対象に、今までの民間企業等での職務経験で培われた能力や専門知識、経験を生かし、採用後に即戦力として活躍できる人を募集いたします。年齢は、10年は働いていただきたいということでありますので、50歳以下ということにしますけれども、職階、これには制限は設けません。すなわち副市長、公営企業管理者等の特別職以外、部長、次長、推進官、課長、主幹、主査、いずれもこの枠の対象となります。むつ市以外に住所のある民間企業等、国や地方公共団体ももちろん含みますにおける正規職員としての職務経験が5年以上ある方、ただこの5年というのは、もちろん課長級とか部長級になれば、少しね、この経験というのは増えることになると思います。そういった意味では職階に応じた年数になると思いますけれども、に、一般行政事務、保健師、土木、建築電気、および学芸員について、1名から2名の採用予定となっております。市役所内部ではすぐに要請できない、専門分野の知識や職務経験を持つ人材を採用することで、即戦力としてむつ市の活性化に直接つながるものと期待をしております。こちら のグラフを見ていただければ分かるんですが、これ年齢ごと の職員の構成になっています。非常にですね、ばらつきがあるということで、どの年齢層にもチャンスがあるということで、ご認識をいただければと思います。今お盆になって、本当に今ふるさとに帰ってくる方々多いと思います。帰ってきてほしいですね。お子さんのいる親御さん方はこのお盆にぜひともですね、説得してみていただきたいと思いますし、UIJ ターンもこれは地方創生という中では、さまざまな企業にお願いをしているところでありますけれども、まず会より始めようということで、市役所から率先して取り組みをさせていただきたいと思います。1点目は以上です。次2点目でありますけれども、英語で遊ぼうムチュリンガル教室についてであります。地域活性化には地域を支える人づくりが欠かせないということであります。特にグローバル人材の育成は日本全体において急務となっており、むつ市もこの流れに取り残されるわけにはいかないというのが私の思いであります。2020年度からは現在小学校 5,6 年生で行われている外国語活動が 3,4 年生に前倒しされまして、 5,6 年生については英語が正式な教科となります。そこでもっと早い段階から英語に親しむ態度を育成すべく、幼児向けの英語推進プログラムとして英語で遊ぼうムチュリンガル教室を9月から月1回先行的モデル事業として実施することになりました。具体的にはむつ市国際交流推進員が講師となり、各施設へ訪問し、挨拶に始まり色、数字、動物、フルーツなどの単語をカードやゲーム、歌を通して遊びながら英語を学習する内容となっております。当日はプレスにもオープンする予定ございますので、皆様にもぜひ来ていただきたいと思います。来年度以降は体制を整えた上で正式な事業としてプログラム化をしていくつもりでございます。次3点目、下北ジオパーク構想についてでありますが、日本ジオパークネットワーク加盟申請にかかる現地審査の日程および工程が決まりました。2年前の現地審査は2泊3日の日程でありましたが、
下北は移動時間が長く、一つ一つのポイントで十分な時間を確保できなかったという反省を踏まえ、今回は3泊4日の行程としております。今回の現地審査では、地質地形の素晴らしい場所を見ていただくだけではなく、下北ジオパーク構想のテーマ、海と生きるマサカリの大地を審査員にしっかりと感じていただけるよう、ストーリー性を持った内容を行う予定であります。さらには、住民機運の高まりをしっかりと伝えるため、地域住民と審査員が触れ合う場を数多く設けようと思っております。私自身は8月9日火曜日の17時30分からの現地審査ガイダンス、それから8月11日の17時40分から行われる公表に参加することになります。今回の審査をこれまでのジオパーク活動の総決算と捉え、行政、各種団体、そして住民の皆様と共に一致協力して認定を取り付けることができるよう対応してまいりますので、皆様におかれましてもよろしくお願い申し上げます。続きまして4点目でありますけれども、我らが郷土料理べこもちを全国にということで、8月10日べこもちを題材とした書籍の販売と、株式会社オールアバウトライフワークスとの連携協定についてであります。まずは株式会社オールアバウトライフワークスがべこもちに注目し、模様を現代風にアレンジしたべこもちを生涯学習プログラムとして全国へ普及するため、べこもちの教材を兼ねて成分堂振興社より切ったら餅が出る小さなべこもちが出版されます。こちらの本です。この本では実際に大畑町、三市大畑地区を訪れ、べこもち作りを取材した記事や、家庭でも気軽に楽しめるようにアレンジされたべこもちの作り方などが紹介されており、多くの方に下北のべこもちを PR できるものと期待をしております。また出版に先立って4月30日に東京ビッグサイトで開催されたホビークッキングフェア2016でもべこもちの実演を行い大好評であったと聞いております。またべこもちとでこもちの縁をきっかけに、むつ市の豊かな地域資源とオールアバウトライフワークス社が持つ付加価値を高める企画力の融合を目的に協定を締結し、今後の産業化、そして全国展開をも視野に入れて協力して活動する予定となっております。なお協定締結日につきましては8月中旬から下旬を予定しており、詳細日程が決定次第ご案内をさせていただきます。はい、続きまして5点目でありますけれども、六つ星ウォーカーの機能追加についてであります。昨年度から実施している六つ星健康マイレージでありますが、その一役を担う六つ星ウォーカーに下北歩き旅というバーチャルウォーキング機能を追加することになりました。下北歩き旅は歩くことに旅という要素を加え、この地域の情報や素晴らしさを再認識しながらスマホ上のコースを歩いてもらう仕組みとなっております。第1弾は下北ジオサイト巡りコースで六つ市役所をスタートし、足崎の佐市をはじめ恐れ山、仏ヶ浦、縫戸石山など代表的なジオサイトを巡り、ゴールを尻屋崎灯台とし、その総歩数は約63万歩、380キロを巡る旅となっております。通過するジオサイトでは写真付き説明のほか、360度パノラマカメラにより現地を体感することができ、地元の方でもなかなか行く機会のない場所でもありますので、このバーチャルな世界で体験していただき、皆さんで下北ジオパーク構想を盛り上げていただきたいと思っております。このアプリにより六つ星健康マイレージは各世代へ浸透し、当初目標としておりました2000ダウンロードを超え、現在3200ダウンロード以上となりました。毎日たくさんの方がウォーキングを楽しまれており、肥満、生活習慣病の予防が期待できるとともに、健康長寿の町への推進と医療費の抑制につながるものと期待をしております。はい、ありがとうございます。6点目はふるさと納税返礼品追加についてであります。
本日、ふるさと納税の返礼品に、青森ヒバ加工品を8品追加いたしました。6月1日のふるさと納税リニューアル以降、おむつ市への寄付金額は順調に推移しておりますが、さらなる地場産業の育成と寄付金の獲得のため、県外イベント等でのふるさと納税 PR はもちろん、返礼品の拡充にも取り組んでいるところでございます。今回追加した青森ヒバの加工品は、枕、まな板、ヒバ油、ヒバ油、ヒバ油、はい、お風呂に入れる、湯玉、そして積み木となります。積み木は最近注目が集まっている子どもたちに木の良さを知ってもらう教育、木育にぴったりのおもちゃです。おもちゃであります。あ、これですね。お子さんやお孫さんへのプレゼントにおすすめで、2段と4段の2種類があり、2段が2万円、4段が3万円のご寄付での返礼品となっております。今年度ふるさと納税の獲得目標を1億円に設定し、返礼品についてはこの度の追加によりリニューアル時の115品目から128品目となりました。引き続きふるさと納税の PR と返礼品の拡充に努め、むつ市特産品の PR と育成を通じて地域活性化につなげてまいりたいと考えております。なお現時点のふるさと納税の実績といたしましては、額ベースで対前年度比 53% 増の1576万2000円、件数ベースで対前年度比 40% 増の630件となっているところでございます。続きまして7点目でありますけれども、平成28年度青森県総合防災訓練についてであります。8月25日、むつ市ウェルネスパーク周辺を主会場として青森県むつ市下北地域広域行政事務組合消防本部との共催で開催することとなりました。この訓練は青森県及びむつ市の防災関係機関団体と地域住民の参加連携のもと、防災体制の強化と地域住民の防災意識の向上を図ることを目的に毎年県内各市で開催されるもので、当市では平成18年以降の開催となります。今回は震度6強の地震で下北地域が孤立したとの想定で、孤立した地域の支援と応援をコンセプトに、地震災害発生時の応急対策を迅速的確かつ総合的に実施できるよう各種訓練を行うこととなっております。続きまして8点目でありますが、平成28年熊本地震災害義援金についてであります。熊本地震災害義援金の受付につきましては、当初6月30日までの期間として皆様に募ってきたところでありましたが、日本赤十字社において平成29年3月31日まで期間を延長したことに伴い、当市でも引き続き義援金の受付を行っております。義援金につきましては7月末現在で93万3682円と多額の募金をいただいておりますが、皆様からお預かりいたしました義援金につきましては定期的に日本赤十字社を通じて熊本県と大分県へ送付しているところであります。市といたしましては今後も被災された方々を支援するため、保健福祉部児童家庭課において義援金受付を行ってまいりますので、市民の皆様の温かい支援をお願いいたします。最後になりますが、熊の対策につきましては熊対策の本部長からご報告をさせていただきます。経済部長の高橋です。熊対策本部長として皆様の方にお知らせいたします。前回定例記者会見で行いました熊出没非常事態宣言、これ以後の、状況についてお知らせいたします。6月までの熊の出没件数は56件となり、平年の出没件数を超える状況となったことから、市民の皆様方に注意を促すことを目的として、7月4日に非常事態宣言をしたところであります。その後7月の1ヶ月間の出没件数は82件となりまして、これまでに例がないほどの勢いで非常に多い出没件数となっております。
7月最終週あたりからですね、トウモロコシなどの農作物被害が増大しておりまして、出没のピークとなる8月に入りましたことから、改めて、市民の皆様に、夏休みやお盆等で、普段と異なる場所へ出かけること機会が多くなるかと思いますので、防災行政用無線、市ホームページのむつ市クマップなどでクマの出没情報を確認した上で安全な夏を過ごしていただきたいと思います。クマの出没位置図はこのように、市の、正面の入り口のところに毎日掲示しておりますし、クマップ、向こう側の看板の方に、QR コードがございますが、あれを押していただければそのクマップ現在の状況が、瞬時に見れるような形になっておりますので、こちらの方を、利用し、防災無線等も聞きながらですね、安全に、夏を過ごしていただきたいと思います。以上でございます。報告は以上です。